今回はお店の店内で購入前のポテチを食べてしまった。ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは30歳、店内でポテチを食べて大問題に、スーパーで買い物してたんだけど、新しい味のポテチを見かけたんや。それで会計待ちの長い列に並んでる時に我慢できなくなって食べたら怒られたんやが、会計の列に並んでる時点で支払う意思はあるんだしいいよな。周りの客がラーラー騒いできて店員が怖い顔をしてきてさ、後で払うよ。って言ったのに奥の部屋に連れて行かれてマッマまで呼ばれたんを。は？ 5 歳でも悪いってわかる。ニートって頭悪いよな。ちょっと悪かったかなってのはワイも把握してるけどさ。でも会計の列に並んでたんだし見逃してくれてもよくないか？めちゃくちゃお腹が空いてたし早く新味を食べてみたかったんや。もし払う気がないならわざわざ列に並ぶことなんかないやろ。でもスーパーやコンビニなんかで会計前に食うのがダメなことくらいわかるだろ。そういえば前にコンビニで認知症のおばあちゃんが惣菜食べてて店員が慌ててたな。確か70代超えくらいの人やったと思う。それと同じことをしているニートの一致。30歳だと子供がいてもおかしくない年齢なのに一致が子供みたいなことをしてるのは草。これマッマが辛いよな。スーパーに呼び出された後どんな気持ちやったんやろ。しかもやらかした本人は特に反省もせずにせや、すれたて、だからな。マッマと店には謝ったんか？店にはマッマが謝ったんを、ワイはしばらく家から出るなって言われた。ニートで暇すぎて散歩くらいしかやることなかったのにな。もう一日寝て過ごすかなんじゃいくらいしか楽しみないわ。そういうとこやぞ。マッマにもっと謝ってこいよ。だいたい店に謝るのはお前だろ。ほんと幼稚で吐き気してきた。これからもこういう問題起こしそう。お前らワイみたいな引きニートを見ると、外に出ろとかなんとか言うけどさ。こうして一致みたいに問題を起こすくらいなら引きこもった方がいいと思わないか？大体ワイラニートは社会不適合やから働くこともできんのや。まあ一致みたいなのが職場にいたらかなりきついよな。こっちが狂いそう。一致くらいのヤバいやつならきっと精神か知能に異常があるから引きこもってくれてても構わんで、頭も精神も問題ないのに働いていないやつはムカつく。でもニートって大体そのどっちかに当てはまるやろ。ワイみたいなコミュ障なだけのニートもおるで。でもコミュ障だから働けんを。コミュ障もある意味精神障丸の一種とも言える。店にも来るなって言われたけど、それより家から出れなくなったのがきつい。ちょっと試しに家から30メートルくらい離れた自販機に向かおうとしたらマジでマッマに止められたんを。スーパーに行かないって言ってもダメだった。そりゃお前みたいなヤバいやつを外に出したいとは思わないだろうな。良心の恥か。さっさと丸んでやれ。太いロープを探してこいよ。一致って生きてる価値あるの？ワイもニートやけど一致を見てるとマッマとパッパに迷惑かけてないだけワイの方がマシやと思った。どんぐりの背比べで草。別にしょっちゅう迷惑かけてるわけじゃないし、そんなに外に出かけてるわけでもないからな。限定味が食べたくてマッマに頼み込んでお小遣いを持って買いに行ったらこれや。なんか一致側が不運だったみたいな書き方してるけど非常識なことした一致が悪いんだよな。それ生まれてきたことを両親に詫びた方がいい。スーパーにも行けないとか。子供でもヤバいって思うのにな。会計の列にいるからいいって思うのがニートらしい発想だよな。会計で列が混んでてもニートだから時間は無限だろ。なんで我慢できないんや。確かに。大体どれくらい長い列だったの？10分待ちくらい？もう少しかも。どこの列も長くてまだまだ順番になりそうになかったんや。ほんと10分後には払うんだし多めに見てほしかったんを。これ、周りの人が気づかずにレジに空袋持って行ったらどうなったんかな？さあ、そんなことしようと思ったことがないし見かけたこともないからな。一致みたいなが丸字はなかなかおらんし。とりあえず家から出てくるなが丸字。はあ、散歩できないのはつまらんな。店には頻繁には行ってなかったけど散歩はいい暇つぶしだったのにさ。お前、自分の状況わかってる？追い出されてないだけマシだぞ。こりゃ親なら絶対にすぐに追い出すわ。無一文で。こんなやつどうなってもいいし。さすがにもう30だから養育する義務もないしな。でもこんなの追い出したらすぐに親に連絡が行きそう。逆に疲れるかも。じゃあニートはどうしたらいいんだよ。燃やすか？なんちゃらヨットスクールに入れるしかないな。あれ結婚したんじゃなかった？今でもそういう施設はあるらしいよな。こういうやつをどうにかするには荒用事しか無理だと思うわ。でも頭がおかしい害なら治らんぞ。たった一回ちょっとミスしただけでこんなことになるんやな。当たり前すぎて草。ニートは常識もないのか。幼稚園からやり直してこいよ。なんならマッマのお腹の中からやり直せ。いや、1億人の兄弟の誰かに生まれるのを譲るとこからだろ。マジで腹の中からやり直せよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート屋が市役所にクレーム入れるのが生きがいになってもた。毎日ニュースと新聞チェックしてちょっとでもあらがあったら市役所に電話で怒鳴り込んでる。この時だけが自分が生きてると実感できるわ。君、素質あるよ。
具体的なこと何一つ言えなそう。役所はどんなクレームも市民の声として聞く義務あるからな。ほんまたまらんで。迷惑行為で他人の気を引こうとしたらもう終わりやで。ようやっとる。生きるの楽しそう。生きがい見つけたんだね。こういうじいさんおるよな。役所で怒鳴り散らしてるやつ。ああはなりたくないわ。クソみたいな人生やな。ええな。役所勤務だけど週3くらいでクレーム入れてくるジジイに我慢できなくてガチギレしたらジジイ悲しそうな顔して帰って二度と来なくなってくさ。上司に褒められたわ。まずね、Y が公務員不税より下の地位っていうのが納得できひんわ。上司に乗るなよ、人の税金で飯食っといて。お前税金払ってないやん。窓口にいる非正規に怒鳴ってもな、頑張れよ非正規ども。一致みたいなおっさん憧れるわ。確かに窓口にいるのはお前と同類のやつだよな。あれは公務員じゃないぞ、派遣だ。人類のが丸やな。でもどうしてもこういうのが生まれてしまうんや。郵便局にも入れてくれや、ちなもと郵便局員。ニュースと新聞チェックするとか豆やね。まあ口うるさく言う人がおらんと堕落するからちょうどええやろ。あいつら大した仕事してないし。勤勉なニートで草。まあでも公務員って民間人を舐めてるからクレーム入れて緊張感持たせるくらいでちょうどいいわな。一日ダラダラしてるだけのゴミ公務員とか市民に激詰めされたらええんじゃ。だから、窓口のスタッフは派遣だろ。いや君負け組ってことに目を背けてるだけやん。でもその電話受けてるの派遣の人だよね。こういうモンスター産んじゃった親がかわいそうすぎる。赤ん坊のうちに山に捨ててくればよかったやろ。こういうモンスターに育てた親が悪い。税金の無駄やから公務員はクレーマーの相手はしないって法律作るべきやわ。裏で笑われてるで。一致は税金納めてないやろ。はい、威力業務妨害。競争率高いぞ。一致の活動で世の中が良くなることはなく役所の人間のやってる肝炎室能力が上がるだけ。寂しいんやろな。ジジババのクレーマーが多いのも独居老人増えすぎたからやろ。各家族かも考えもんやで。野球とか好きそうなアホジジイ。ニートって税金払ってるの？ただでさえ社会のお荷物なのにさらに邪魔していくんか。110番しまくるのが鉄板だろ。一日何回クレーム入れるんや？市役所で働くと糖質の多さにビビるよな。岩丸んも最初こんな感じやったんやろな。それインスタグラムか TikTok に投稿してや。ただえさえ非効率な公務員に非効率な仕事させてどうすんねん。左遷された無能に仕事と残業代与えとるだけやぞ。これはクズすぎて草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートやけど家事やっとるから上級ニートでええよな。ちな得意料理はオムレツ。卵ふわふわにするコツは？フライパンに入れたら固まる前にすぐ混ぜる。オムレツうまく返せないんやが。コツあるのか？なれ。残念ながらニートはゴミや。でも家事やってるから。家事やってたらニートちゃうやろ。家事手伝いや。ケチャップのかけ方以外完璧やわ。ケチャップはないわ。ちなたまに家事サボる模様。最悪やな。ちな部屋は汚い模様。ちな生きてる意味はない模様。これからは俺のオムレツ料理人になってくれよ。家事手伝いだろ。何歳や？両親はお前が仕事してないことについてなんて言ってるんや？親いないし知らん。働くか勉強するかしろよ。ちな IQ69。ええやん。他におすすめの料理あるか？ナポリタン。ケチャップ炒めた後バター入れるとうまい。ワイもたまに皿洗いするしその他お手伝いもたまにする。お前も上級や。生きてる意味って何？子供がおるか介護する親がいる以外のやつはどんだけ働いてたって生きてる意味なんかないよな。心理に気づいちゃったね。生きてる意味は、ない。ワイもピザ作ったりしとるで。ピザはうまい。なんかバイト始めろ。無理どす。たまに自分の意思と思考がぐちゃぐちゃになる。健忘みたいなことが起こる。結婚して専業主婦として生きていけ。結婚願望はない。ニートやけど働いてるわいは？神。働いてたらニートじゃないな。えらい。焼き色もついてないしケチャップの付け方以外ええやん。ワイよりうまいわ。家事手伝いか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートワイにハマれる趣味を教えるスレ。無料でも有料でもか。できれば費用は月数万くらいがいいんだが、教えてくれメンス。競馬。底辺の趣味はちょっと。あれ？どれや？就活。おすすめの業界どこよ？ MTG アリーナ。ゲームか？散歩は？無料や。食べ歩きとかお店巡りとかか？金ないから普通にその辺の住宅街とかを徘徊してる。ネットフリで海外ドラマ見る。おすすめのサイトと作品教えてくれメンス。時計いじり。なんやそれ。どこいじるんや。ドリップコーヒー、中国茶、紅茶。ニートワイの趣味は音楽鑑賞、ライブ、アニメ、散歩、筋トレ、ツーリング、旅行や。多趣味やな。編み物なんてどうや。なんじぇ。アクアリウム。そら競馬よ。家から出ずに金が増える。野球。戦闘巡り。スーパー戦闘で過ごす一日は最高だぞ。ラジコン。日本庭園営で。ちなニートや。アニメ実況しろ。ドラマ。家庭菜園。家とか家具の修理とか改造や。
まだワイも日が浅いにゃが無限にやること見つかる気がする。今からならミニトマト買えで、週一でバイト、ドローンとかええんやない？免許取れば就活にも活かせるやろ。ネトゲ実況、こいつは何にもハマれないゴミ虫タイプやな。爪集め、麻雀、趣味のために働く発想がわからん。働くくらいなら趣味なんていらんわってなる。さすがに最低限度の生活が損なわれたら働くしかないんやろうが。競技プログラミング、コンテストある週末だけでもええで。趣味探しより働けって。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。この国にニートが70万人いるという事実、震える。老人定期34以降は国にニートとしてカウントされてないの知らないの？18から34やからな。34から60までの無職合わせたらえぐい。正月とかどうやって生活してるんや？そんなにおらんやろ。ニートでも生きやすい国ナンバーワンだからしゃあない。こんな国でまともに働いてる方がおかしいよ。もっといそう。30以上が一番多いという。ニートを差別するやつは共産主義者か。働いたら負け。で、丸ノートあれば3ヶ月で消滅させられるな。70万人も名前書くと手が疲労骨折しそう。給料取らずに実家の家業手伝ってことを自してるやつも結構おるで。そもそも昔からニートばっかりや。働いてるやつなんて日本人の半分もおらん。常識とは全て幻想や。学歴やら職歴やら聞かれてどこも受け入れてくれないしな。働かなくても生きていけるのは国が豊かな証拠やし、平気平気。普通の日本人、働かざる者食うべからず。絶対隠れニートいっぱいおるよな。中学の時学年トップの成績の Y ですらニートやし。こんだけいるんなら団結したらすごいパワーになるぞ。氷河期世代とかいう人生終了マン。国民の 10% がニートってやばない？いや、もっとおるやろ。Y の両隣の部屋も毎日ずっと人おるし。お前もニート定期。日本はイージー言っても保護の審査は厳しいやろ。何の生産にも関わってないウジ虫やし山に捨てたらええねん。働かざる者食うべからずを言ったのがレーニンとか知らんのやろ。赤は嫌いや。ニートこそ資本主義には必要。28歳ニート屋が働ける気全くせえへん。フリーター時代週4日勤務でも苦痛だったのに。世の中の人間は毎日8時間以上仕事させられてようまともな精神保ってられると感心するわ。しかもこれアルバイトも抜きの本当に収入0円の人間の数だからな。恐ろしいわ。アルバイトをニートに含める風潮ってどっから来たんやろな。ニートは1000万人以上は絶対おる。多すぎやろ。ゴキブリ的な感じだよな。一人いたら。俺は一人じゃなかったんだ。社畜さんはいろいろ言い訳するけど自分と同じだけ苦しめっていう思想からニート叩いてるだけだよね。っていうかこの70万人ってハロワに登録されてる人の人数やろ。ニートで農業やろうや。何もできんやろ実際。東農大出てるやつもおるんやろうけど。赤髪で自衛隊にすればええやろ。拒否するなら罰金とかさ。似たようなスレが前にも立ってたな。資産家の家なんかで一生働かずに済む無職ニートはもう貴族みたいなもんやけど、一般家庭で先が見えとる無職ニートはなんとか活用できないもんかね。君らは論理矛盾してるのだよ。労働の分野だけわーわーうるさくても仕方ない。そんなに無職が悪いというならば刑法に書きたまえ。働かなくて生活できるならそれに越したことないよな。ニートって要はメンタルの問題なんだけどな。ごめんなさい。60歳以上はなんなんや。定年退職しとるのに毎回無職って言われるんなんかおかしい。無職ではあるやん。究極の理想は資本家からの奴隷解放やしな。すまんな。ニートのメンタルは強いぞ。メンタル弱いから同調圧力に負けとるだけやん。その一人がわいや。こいつらを強制労働させればまだ日本はいける。心を入れ替えて真面目に働くならよし、ダメなら丸沼で強制労働で。単純作業しかできないし大して変わらんぞ。タオル畳むレベル。確かにニートって増えた気がするよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。25歳って将来に一番悩む年齢だよな。結婚とかお金とかいろいろ悩む。ワイは遊びまくってるわ。悩むってことは余裕がないことやで。ニート屋が確かに悩んでる。ワイもニートの時は毎日悩んだで。無職ことおじやが悩んでるわ。ワイも無職の時は毎日悩んだで。ワイはフリーターや。30までの設計はした方がいいな。30までにはいい人見つけたいんを。元がニートでも働いてるだけマシ。世の中思った以上にゴミが多い。ワイも立派な底辺や。何したらええんやろ。5年前に振られた元カノを忘れられなくてまだ粘着しとるわ。ワイも引きずるタイプや。ご同時ニートや。悩むか？仕事慣れてきて楽しい時やん。ニートや。25でニートしてんのかやばいぞお前。もう社会人5年目やのに変なタイミングで転職したせいでスキルもないし給料安いしやべえわ。正社員なだけマシや。ワイはニート歴があるおかげで派遣やで。ワイ手取り15万なのに家賃5万払っとるからこどおじフリーターの方が稼いどると思うわ。は、
それ暮らせないやろ。月の出費が4万くらいやからギリギリセーフや。光熱費とか通信費とか食費はどうなっとるんや？それぞれ 5K、7K、12K くらい。安いな。25とかもおっさんやしな。食生活には気をつけろ。一人暮らしやから毎日ふりかけご飯や。おん。わいもお金たくさんもらって幸せな結婚したいんを。おっちゃんやん。一致は大卒系？誰でも入れる F ラン卒や。大好き。まだ他の道選べなくもないからかね。わいは25で結婚して27で家買ったけど確かに将来のこと一番考えたわ。金持ちすぎるやろ。デートだけで金なくなるんやが。結婚は諦めてるしまともに社会人として生き続けていけるか。それだけが心配。引率で3年目やがマジで会社辞めたい。起業するわ。潰すわ。誰やねんお前。どうしよう。40でガマルになった方が悩むぞ。ガマル家系だから保険入っとるわ。25あたりから若々しいやつと老け顔のおっさん苦労人顔のやつの見た目の差が顕著になってくるよな。傾向ルーゴとは言うものの今の職場自体いつまであるか。無職なんだけど。実地が米を食ってくれるから食費抑えられとるけど年齢的に引退してほしい。ワイが農家になる番が来たんやろか。独身料と出張手当のおかげで金には全く困ってないけど全然幸せじゃない。金なんかより大事なもんいっぱいあるわ。転職できる能力もない。結婚どころか彼女も一生無理。丸か。最近は何のために生きてるかわからんね。ワイの会社過去5年くらい赤字やわ。なのに謎にボーナス出るけど大丈夫なんやろか。会社もプライベートも劣等感がやばい。街歩くのでさえ辛くなってきた。ワイもや。プライベートで他人に自分の仕事言うときつらい。手取り15万って言うたらトッモがってなったのが一番きつかった。ワイも倉庫派遣って言うと空気重くなるわ。あ、やめてや、トラウマを思い出す。ごめんね。ワイは今月から職業訓練通ってる。絶賛コミュ障発揮中やわ。25のニートやけど悩むと鬱になるから何も考えないようにしてるで。自己肯定感って一番大切な感情やわ。マジで悩んでるわ。22で就活やってる時の方が悩むんちゃうん。25でようやく仕事まともにこなせるようになってきたかなって感じやろ。それは正社員限定や。会社辞めて遊んで30歳までに司法試験受ければいいか的な考えやわ。Y25 大学生。卒業は来年の模様。Y は25歳の時まだ学生やったわ。将来赤ポスにつけるのかなとかすごく悩んでた。自分を他人と比べることはいけないって言うけどそんな芯の通った人間じゃない。身長、借金、体型、顔、体臭、服、性格、ニキビ、ガチャバ。軽く上げただけで自分の欠点がわらわら出てきよる。でも彼女は欲しいで。クォーターライフクライシスっていうらしいで。働くことが偉いと勘違いしてるやついるね。偉い偉くないやなくて当たり前のことやろ働くて。ワイも正社員だけどやってることを派遣社員と同じだし人に言えない。社会人3年目なのに一生働き続ける覚悟ができてないわ。24歳学生ワイ、皆が結婚するような時に初めて就職。引率か？追い上げるんやで。今日の人生終わってる部はここか。ワイの大卒は26歳の予定や。ワイ小売2年目無能すぎて個別で店舗研修に入れられる。完全に見捨てられてないだけマシやわ。引率って変な人多かった。理系やと学部卒の方が変わってるわ。ワイも22歳高卒フリーターで悩んどるわ。どうしたらええんやろ。20前半や20半ばで結婚する人ってどんな心情なんや。その年で一生添い遂げる相手を見つけて家庭築いて子供育てられる能力があると自負してるんか。ワイ社畜、自由な時間が欲しい。平日は仕事と料理と勉強とゲーム。休日は友達と遊ぶ、趣味、勉強。めちゃくちゃ充実してるわ。でもそろそろ彼女欲しい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。28歳ニートなんやがほんまに人生積んだ。田舎やから仕事がない。借金あるから一人暮らしできない。ほんまに終わった。バイト生や。余計積むじゃん。なんで借金作ったの？奨学金と車とパチとゲーセン。こういう人ってかろうじてギリ剣なだけって最近気づいたわ。借金なんぼや？300万や。3年で返せる額やん。東京にいっぱい仕事あるやろ。一人暮らしできないねん。金なくて。もっと借りて都会行けばいいじゃん。返すあてがない。地道に稼ぐことから始めなさい。活路はそこから広がるから。うむ。悩むことない。まずは収入や余裕が出てこそ広がるんや世界は。38歳ニートからすると28歳ニートなんていくらでもやり直せそうな気がするけどな。38歳はやばいな。次は48歳のニートが出てきそう。生活保護は無理やろ。ご同時観光がええで。量あるし余計積む。Y かな。300万ぐらいなら非観光なら2年で返せるぞ。非観光ええな。車の維持費とか無駄なもん払ってるアホ。
そこまで来たら親戚のコネで就職するしかないでおるか？おらんぞ。終わりやね。生ポテよくない？大学行ってこれか。前職は？下水処理場。なんで辞めたん？虫がきついから。腹くくって帰還校はガチでおすすめ。ニートは35歳までだぞ。内定もらって一人暮らしするために部屋見に行くんやけど、ここは気をつけとけってとこある？まあいずれ辛い思いはしないといけないなら早い方がいいぞ。嫌なら現状維持して後々後悔しなはれ。とりあえず帰還校やって節制すれば問題の先送り余裕。最近車売れねえから帰還校も厳しいかもよ。最寄りのコンビニまで何キロなん？300メートル。そこで働けよ。いやー、顔知られてるし。都会来ればいくらでもバイトはあるから、なんとかしてこっち来るしかないんじゃね？ゴミみたいな人生やな。30歳になる前になんとかせんと、ほんま終わるぞ。どうすりゃええんや。とりあえず就活再開せいや。奨学金追ってるなら大卒やろうから、20代ならまだ十分やり直せる。介護、工場、小売ならまだやり直せるかもな。健康なら帰還校行けばええやん。ターニングポイントはまだ3回ある。29歳、34歳、ギリ最後が39歳や。東京か名古屋出て仕事探せや。バイトして余計積むってなんだよ。意味不明だわ。20代とか楽勝すぎて草、キャッシングでもして都会出て仕事すればいいだけ。でも300万すでにあるでな。どうせ奨学金やろ。生活保護受けろ。積んだって感じるのが遅すぎないか？なぜのこのこ処刑台まで歩いてきたのか。わい、25歳フリーター、高見。債務整理しろよ。2ヶ月余裕もらえるぞ。ちょっと調べてみるんを。実際男が体売るとかできるんか。まだいけるやろ。諦めたらあかんで。田舎で仕事ないって言っても何もないことはないやろ。実家でスネかじりながら安い仕事で金貯めて、貯金ができたら一人暮らしでも何でもすればええ。わいは念願の職種についてウキウキやで。でも少しブラックやから、月退職に就くならブラック覚悟で挑まなあかんな。寮に入れる仕事で都会の方に行くのはどうだ？借金してるのは隠して。秋田田舎無職1年半32歳だけど、派遣か帰還校考えてる。寮付きがいい。大卒ニートとかいう最悪の生き物。田舎だから仕事ない、とかいうからコンビニまで何キロもあるレベルかと思ったら、全然そんなことなくて草。28歳ならやり直せると思うけど、やり直せるような奴はそんな状況にならないよな。まあ一人で生きていくだけならなんとかなるっしょ。岩手舐めたらあかん。ほんま仕事ない。盛岡市なん？せや。県庁所在地でも仕事ないんか。ワイもフリーターやってたけど、28歳で最初の巨大な鬱が襲ってきたな。恐ろしいで、人生はほんま。マジレスすると介護とか人材なんの職業は中卒ニートでも普通にいけるで。えり好みできる立場やないやろ。どうしても金持ちになりたいんなら起業するか、医学科入るかくらいでもしろ。医学科なら年齢制限なしで 100% 就職できる。どこ住みや？とりあえず条件選ばず就職して、ご同時しながら金貯めろ。ゲーセンって何のゲーム？UFO キャッチャー。何がそんなにまで欲しかったんや？景品はいらんねん。取るのが楽しいねん。30歳になってないなら公務員試験とかは？介護、警備、飲食。好きなの選んでいいぞ。ニートで300万の借金はかなりきついな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート21歳。親と大喧嘩する。出てけって言われたから出てったわ。お前の人生勝ちないよ。そうだよ、よく知ってんな。今は兄の社宅におる。親にお前は毒親やって言ったらこうなった。ニートが偉そうなこと言うな。スポンサー舐めるなよ。って親に言われたわ。で？兄から言われたんやけど出てけってのは冗談やったらしい。とりまバイトして家借りろ。せやな、この年でようやく自立心芽生えてきたわ。親から解放されて自由になれ、最高やで。そらそうよ。今まで誰に飯食わせてもらってたんや。それは親の義務やん。義務ってなんだよ、もう21歳だろ。そういうとこやぞ。出ていくってのが兄を頼るだもんな。一気本当は覚悟がないやろ。いや、緊急避難所やからな、ここは。別にのたれまるんでもええねんけど。のたれまるぬということがどういうことか分かってなさそう。喧嘩の原因は？味噌汁。働け。働かない理由を具体的に述べよ。こんなバイキンのようなやつがこの時期によく兄貴のとこになんていけたもんだな。迷惑以外の何者でもないやんけ、このバイキン。それはしゃあない、許してや。まあ21なら。あ、に優しいな。一致よ、うちで働くか？一致なら面接も書類もなしでいいで。よかったらメールくれメンス。くさ。部屋借りて本当に出ていけよ。なんやねん、味噌汁って。兄貴偶然やな。作り置きの味噌汁しょっぱいからやめろ言うて喧嘩したんやろ。よう知ってるやん、めっちゃ立てたからな。発達丸がいか？ギリケンやな。人並みのことは大抵できん。じゃあ逆に何が得意なんや。不安で不安でたまらなくて誰か暇なやつ捕まえて雑談すれば気が紛れるだろうけど、現実は何も変わってないんだぞ。
暇つぶし以外にあるわけないやろ。とにかく暇や。随分若いニートやな。あんまり一致を責めんなや。いつになったら働くんや。知らね。でも今回でようやっと自立心芽生えてきたわ。高卒？やっぱニートには厳しくした方がええんやな。人生終わってそう。終わっとるで。こんなになったらあかんで。時間空けると帰りづらくなるぞ。わいは親に手紙残してきたんや。返答次第では家に戻りたいと思うかもしれん。すぐ逃げ道作るのね。いや逃げ道も何も俺を産んで育てたのは親やん。扶養義務はあるに決まっとるやろ。大学にも行ってねえのか。むしろ高校卒業したんか。高卒や。なんか語彙的に夏休みに来た厨房を見ている気分や。高校は出てるやろ。ギリ県やから許してや。低偏差値の高卒やぞ。まずはバイト探しや。このご時世バイトあるんかな。真剣に探してみるわ。その年代の親批判は時代に関係なくよくある。10年後にどう思うかやね。羨ましいわ。ワイは出て行ったら警察動員されたぜ。駅で捕獲されて帰った。体動かせや。筋トレか有酸素運動して疲れた状態維持してるとイライラしなくなる。習慣づけると精神的にも成長してくる。何もしないのが一番クソやぜ。どうせ家にすぐ帰るんだろ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。逃げ癖とかいう一度ついたら絶対治せない病気。大学中退、ニート、フリーター、ニート。正社員なってないやつって逃げてすらいないやん。始まってすらいなくてくさ。確かに、もう終わりやね。大学中退、正社員、ニート、フリーター。しゃあない。ニートって勝ち組やろ。派遣、正社員、派遣、生活保護。ワイも生ポでぬくぬく暮らしたいわ。無理やろうけど。動物はみんな逃げることで生き延びてるんやで。日本じゃ命まで取られんから気にすんな。逃げなくてもあかんのなら逃げた方がええやろ。ベーシックインカム来るから大丈夫。ニートになれる時点で勝ち組や。おめ。ほんまはフリーターしながら就活するつもりやったんやけどな。バイトすら続かん。これがほんま意味わからん。お前実家暮らしなんやろ。じゃあ、フリーターならないでも正社員目指せるだろ。一人暮らしじゃないのに甘えんな。何の仕事すればええかわからんのや。逃げ続けた結果、ワイの周りには人がおらんくなったわ。生きていれば良いこともあるだっちゃね。ワイはいつの間にかニート7ヶ月目や。逃げ切れば勝ちやで。これはある。投資やるといいぞ。逃げ癖ついてて面倒くさいと思ったら最初から手つけないタイプのダメ人間だけどぴったりだった。6月なったら捨てれる金入りそうだからやろうと思ってる。大学3年でバックレ、開示入隊、術校行きたくないから退職、ニートフリーター生活。すまんな。ワイが逃げてるんやない。周りがワイから逃げていくんや。頭使いたくないんよな。体も使いたくないけど。だんだんニートだった頃を思い出してきたわ。1ヶ月かかるんやな。別に逃げ切ればいい話やん。息抜き程度のちょっとした逃げを続けてストレスを解消するのがええと気づいたわ。中途半端に続けたら後々全部から逃げることになったし。集中が切れたと思ったらちょい逃げして切り替えやし。嫌な奴がいたら避ければええし。ウーバーでもやったらええやん。低いハードルでも飛び越えられないなら下げてええんやで。介護は誰でも雇うからな。逃げ癖という言葉で逃げるな。ワイに聞いててくさ。まあ立ち向かって弾き返されるとやっぱワイはこんな性分が合うわってなるわね。つかぐいぐい前に仕掛けまくる自信とかありえんし気持ち悪いわ。ワイ4年ニートしてたけどトッモの会社で雇ってもらえてるで。持つべきはこねや。裏山。逃げ癖つくと終わりだよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニートなんやが悲しいことがあったから聞いてくれ。頼む。話せ。なんよ。ワイは今お兄ちゃんに養われてるんや。それはお兄ちゃんかわいそうやな。いきなりそれはくさ。長そう。じゃあお兄ちゃん大切にせんと。まぶたが落ちてきたから巻き気味で頼む。23時くらいにお兄ちゃんが帰ってきたんや。はい。そしたら飯食ってきたって言われたんや。そんな時間までお仕事ってお兄ちゃん大変やな。連絡も何もなかったんや。1年目の女房かよ。冷凍なりアレンジなりして後日使え。うわ、クソしょうもねえ。ご飯いらないならワイもう存在する意味ないじゃんって思って、やけになってマルディしてずっと寝てた。お前の存在価値ないよ。かわいい。料理は何作ったん？天津飯。しょうもな。天津飯毎日作ってるあいつか？メンタル雑魚すぎてくさ。うつ病やもん。そうなんか無理はしたらあかんで。あと、腎臓と肝臓壊すからマルディはしたらあかんで。自分の体大事にな。そら兄ちゃんも毎日天津飯じゃかなわんわ。しょうもないと思うけどワイはめちゃくちゃ悲しかったんや。もう寝ていいか。悲しいと思ったら話すことはいいことだと僕は思います。アルバイトでもした方がいいよ。こんな悩みどうでもよくなるから。お兄ちゃんが食ってきたのがハンバーグなんや。なんか当てつけみたいでさらに悲しくなったんや。ワイならまず料理のレパートリー増やすで。アクアパッツァとか唐揚げとかオムライスとかチンジャオロースーとか色々作ってるよ。
天津飯専門店だすすれたてな。王将でバイトしろや。理由はどうあれ自分のアイデンティティが喪失する感覚って誰しも起こることだと思うんだ。しょうもないけど Y の場合それだっただけや。飯作ってないと存在価値ないなら、家事なんぞ一切せず食っては寝とるだけの Y ニートは一体何なのか。でも自分が思ってやった行動が無意味になると気分落ちるわな。何目線で存在価値がないなんて決めつけとるんや。別に兄ちゃんはそんなこと気にしとらんと思うわ。 Y もそう思っとるからのレスや。自分で自分のいる価値を決めてそれが失われてしまったと今一致は思っとるだけやろ。どうしても心情的には結構来るからしゃあないよ。いくつなん？22歳。大戦朝飯に応用できるだろ諦めるな一致。最近は朝飯も食わへん。どっかで買い食いしてるんやろなって思ったら悲しくなる。朝飯なんか食うわけねえだろ。飯食う時間あったら寝たいよ。確かにハンバーグ食べてきたとかありえない。悔しいし悲しい。年いくつや？働かないんか。高卒か？ニートで食事担当になってるなら兄貴は事前に報告するべきだな。これは兄貴が悪い。別に連絡くらい入れてもええやん。夜遅く帰ってきて LINE すんの忘れてた。ってなんやねんって思った。ワイも一言が言えんくてキレられたことあるわ。分かってても面倒なんよな。ニートになって高校の同級生から遊びに誘われたことある？飯作ってるとか偉いな。お兄ちゃんが結婚したら追い出されそう。このエピソード面接で話せばどこかで受かるで。話すだけ話して人のことは無視か？ひどくない？そういうとこお兄ちゃんに見透かされとんのちゃう？ワイがキレてもう一切家事やらへん言ったから、いずれ追い出されるかもしらんわ。ちゃんとごめんなさいしたらええんやで。家事しとるんやからニートじゃなくない？ちなみに男やぞ。妹じゃないからな。腹減ったけど一致に当てつけで何食ったらええんや。ラーメン。天津飯に来か？天津飯に来って誰だよ。あーやっぱり弟やった。ワイなら外で飯食べても弟が飯作ってくれたら帰ってくるわ。俺のことを兄だと思うがいい。ありがとう。ていうかこれが最初じゃないねん。何回かあるねん。イタリアン行った後かラーメン屋行った後か。完全に当てつけやん。立場わかってるんかコクつぶし。わかってたらとっくに丸んでるんよ。別にお兄ちゃんに謝られたいとかそういうわけじゃないねん。ただ単純に Y が生きるのに向いてないとかそういう話やねん。みんながしょうもないって思うことでもすごい傷ついて悲しくなるんや。まず働けよ家族の恥。不満やけど軽く気持ち悪い。Y が A のことなんもせんから部屋くっそ汚ねえわ。バカが考えすぎても不幸になるだけやし、アニメでも見て忘れろ。兄貴には謝っとけ。 Y はこういうの永遠に引きずるで。 Y のために天津飯を極めてくれや。普通に飲食のキッチンバイトすれば満足感得られるんじゃないのと思うが、そうでもないんだろうな。別に料理するのが好きなわけちゃうし。君は何？捨てられる人参さんの声が聞こえるの？デザート作れ。うまいもん作れないお前の負け。読み返すとめちゃくちゃめめしいな。母親が糖質でこんな感じやったから懐かしいわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、ソシャゲに廃課金していたら詐襲してしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートY35歳。ソシャゲに180万円課金するも詐襲してしまう。ニートだからってずっと無課金で頑張ってきたんや。でも SNS なんかではみんな課金してるし、Y もだんだんと限界が来てさ、とうとう課金、と思って課金したら、今まで我慢してたから止まらなくなってさ、気づいたら180万も課金したのに、サービス終了とかひどすぎるやろ。詐襲だから赤売りもできないし、ほんと最悪や。わろた、それは積んだな。なんでニートなんかがソシャゲ課金してるんだよ。そのまま無課金税でいればよかったものを。運悪いな、ウェ。一致のおかげで今日はゆっくり眠れそうやな。わかる、ワイもなんか今日は機嫌良いわ。自分の貯金が100万。それ以外は借金や、マジで終わった。借金までしてたのかよ。生産性のないニートが、借金までしてソシャゲ課金とかくさ。ただ一致が悪いだけ。まあサービス終了はいつか来ることだしな。廃れるゲームに乗っかった一致が悪い。一つのソシャゲに大金かけるから悪い。あれこれ少しずつ使えばよかったんじゃね？一気みたいに詐襲になったわけじゃないけど、無課金で1年以上貫いてて課金した瞬間に冷めたゲームがあるわ。50万円くらい課金したのになんかすごくどうでもよくなった。課金せずにどうするかとか、あれこれ考えるのが楽しかったのかもしれないな。なんかそれわかる。Y も無課金組だったけど、課金してからゲームの楽しさが半減したわ。そうなんか？ Y とは逆やな。Y は課金し始めたら楽しくなってどんどん止まらなくなったんを、ゲーム機を使うなって試験期間取り上げられてて、使えるようになった時も、反動で徹夜してゲームしてて怒られたな。多分 Y がこういう性格なんだと思うわ。だとしても言い訳になってなくてくさ。だよな。どう考えても一致が悪い。
そもそもニートが180万円も課金するからだぞ。その金があるなら親に飯をおごるとか何かあったやろ。正直飯うま。はあマジでため息しか出ないよな。通帳は0円になったし、借金もあるし最悪や。でも正直働いてれば80万くらいはすぐに返せるよな。それ働いてもいない奴は、一生無課金でいいやろ。っていうかゲーム自体が贅沢だよな。ハロは一定1日終了でもいいくらい。逆にニートだから1日が暇すぎて、ソシャゲとかしかやることがないんだよ。Y の数少ない楽しみんを、詐襲するならもっと早くに予告を出してくれメンス。詐襲になって嘆いてるのは、一致だけじゃないと思うし仕方ない。いちいちうるさいぞニート。で、借金はどう返済するんだよ？働くんか？マスマに泣きつくんやろ、どうせ。やっぱりニートの親って甘いよな。こんなのでも家に置いておくわけやしさ。マスマに言うとさすがに怒られると思う。まだ言えてない。全部詐襲のせいや。マスマに泣きつくんやろ、どうせ。サービス終了していなくても借金はしてただろ。どうせ何も結果は変わってないで。貯金ゼロも、借金もいつかはマスマにバレただろ。正論。むしろ詐襲になってなかったら、もっと課金してた可能性すらあるよな。ああ、それはそう思う。そんなことはないぞ。もうこれ以上は課金しないつもりやったし、いろいろと課金したからこれからは快適に遊べるはずやったんや。詐襲が憎い。まっまとパッパとしてはイッチが憎いやろな。間違いない。まあでもワイはイッチのことが嫌いやないで。イッチみたいな底辺のやつを見てるとワイの心が安らぐんや。お前もクズかよ。でもその気持ちはわかる気がするで。ワイは見せ物やないんやぞ。こういうのってなんか文句つけたら、課金額を返してもらえるとかないんかな？詐襲とかマジで詐欺やろ。どうなんやろ？そういうのあるんかな？課金するもしないのもユーザーの自由やし、そんなのはないと思う。確か課金した通貨とか購入に使えるポイントなんかは、詐襲で返済があった気がする。他は無理。わえ？そうなんか。じゃあ一致みたいに購入済みのものは無理やな。なんだよそれ。課金したものなんか詐襲したら使えないのにな。それが嫌なら最初から課金すんなってことだろ。それより早くマッマに事情を話して、よしよししてもらってこいよな。本当にどうしようもないやつだな。イッチを見てるとまだ下には下がいるなって安心するわ。ワイもニートだけどイッチみたいに借金は絶対にしないな。借金するニートとかどうしようもなくてくさ。イッチの不幸で飯うま。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。パチスロニート引退したんやが、マジで心にぽっかりと穴が開いた。虚無感ってまさにこのことを言うんやな。働き始めたんか？ほぼ毎日通ってたから、俺の中でのアイデンティティが失われた。やめんな。もう無理やパチスロ。ただのニートになったんか？ウーバーニートやな。現地あるからかろうじて助かってる。えな？設定狙いがメインやな。これは季節的な問題でもあるんだが、最近寒すぎて朝起きられない。あとは設定が渋すぎる年末にかけて。ウーバー儲かる？時給1000から1300円の間をうろうろしとる。バイトするならまあって感じや。まともな仕事はしたくない。ハイエナ仕様にも6号機のクソっぷりに大前提である稼働がついてないし。たまも客が分回すから落ちてない。ひまるらしと、リマルクアップある限り、確定で勝てるやん。機械割りが5000ゲームくらいで収束してくれるなら打ちたいけど、丸ぬほど荒れる。時間はいくらでもあるんやから毎日8時間打てや。週3万 G ペースで打てばそんなブレんやろ。もう開店から閉店まで打てんわ。23位打ても18の頃よりは若くない。体力も精神的にも。絆なくなった時点で、エナの楽しさ7割は減ったわ。絆はガチで楽しかったよな。設定狙いありえなあり、何よりも楽しめる。今何歳やねん。年によったらもう行き着くとこまで行った方が良いと思うけどな。U タイム入りそうになった客をどかして打てばええやん。スロニートできるのはせいぜい24までやな。それ以降は働いてた方が期待値高い。来年には6号機移行するし。働く行ったって高卒ニートに何ができるんや。必死に仕事してや忘れるよ、スロなんて。ひまるらし最通、もう売った？売ってない。北斗丸ソース3出てからはもうめっきり言ってない。PS2 ソフト、プロ野球熱したやろうぜ。ゲームとか高校生で飽きたわ。燃え尽き症候群や今。有馬記念に全突破しようや。アイマル、リマルク、ひまるらしで食っていこうや。リマルクアップは実機で欲しいと思う。メモ。うお。半年後には2400枚規制なくなるからそれまで我慢やな。ホールが先に潰れる。まるまる、ガイマル、大丸虫しか残らん。ウーバーってことは半分はスロだろ。弦のサッカーの入場曲合唱するの楽しすぎる。なんなら隣の台のやつも歌うわ。なんやそれ。弦さん一回打ったけど早くて面白かったわ。でも怖いから二度と打ってない。出玉多い方の曲や。おお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 おってやつ。知ってるはずや。くさ、わかったわ。あの曲弦さんで流れるんやな。それこそドライバーは未だに人手不足ちゃうんか？
届けることに意義を感じられるなら向いてそう。趣味をするべき時間にパチスロやってると、辞めた時に何をしていいかわからなくなるよな。ほんとクレイトン、何していいかわからん。U タイムのおかげで逆に釘しまっとるんやけど、U タイムは海物以外とてもじゃないけど打てる調整ちゃうわ。まあ天井つけるってことは釘そうなるよね。とあるなんかもやばそう。リマルクと、U タイマルエナで暮らしていけばええやん。ウーバーなんて月いくら儲かるんや？時給1000円から1300円の間やから、それで計算してくれると助かるで。リマルクで飯食うとかやぷやろ。数十万の欠損出すし、監禁さ含めた時給で回すんだったら働いた方がマシや。本当にこのまま引退してしまうの？せっかく今までコツコツ積み上げてきたのに。あともう少しだけ続けてみないか。悪魔のささやきやめろ。パチはオツマル6とアルが甘いからかなりプラスやわ。20回転くらい余裕で回る店結構あるし。大海 SP も、大海法のボーダーと同じ調整してる店あった。ホールで働いたらええで。従業員はみんなパチ好きやぞ。半年ぐらいバイトしてました。Y も一致と同じだわ。最近設定渋すぎて稼げないから行ってない上に、Uber なんかもやってないただの無職。27だから Y の方が終わってる。きっかけは何でもええから働こうや。バイトでもええと思いますんを。Uber でも。スロこの2年でほんと落ちぶれたよな。窓初代があった頃はみんな分回してたのに。最近は110の機種も入れてくれんようになって、ほんま終わりやわ。Uber より正社員になろうぜ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。引きニートなんやが運動したいんや。なんで教えてください。働け。起き上がれる？立てる。体力なくてすぐ息切れするんです。深夜徘徊からスタートやな。走らなあかんか？ゆっくりの歩きからでええぞ。適当に音楽やらラジオ聞きながら30分歩けや。若けりゃ2ヶ月もすりゃ走りたくなる。3月。要はやる気から作るんやな。せや。引きニートメンタルなんやからハードルは低く設定していけ。ランニング。ウーバーやらええやん。砂利でも5キロまで配達させられるからいい運動になるで。金も稼げる。車とか接触したらそのまま逃げそうやからやりたくないわ。加害者になるってこと？別に大丈夫やろ。踏み台昇降。階段上り下りでも良さそうやな。ガリ？デブ？ガリのガリや。46キロぐらいあった。今から散歩行け。散歩ってどれぐらいあれば体力身につくんですか？太ももが細くなってきてて怖い。一時期毎晩5時間くらい徘徊してたけど、全く体力つかんかったから歩くだけじゃ意味ないで。やっぱ走らなあかん。5時間歩けてるやん。中山きまるにくんの YouTube 見ろ。みんな言ってるように、最初は効果気にするより習慣づける方が先やと思うわ。Y は運動ガチ勢やないけど。日雇い肉体労働のバイトでもすやええやん。一石二鳥やろ。マジの中卒なんやがバイトは受けれるんか？ Y も中卒やけど仕事したことないからわからん。すまん。ええよ。仕事は見ててきつそうやし。柔軟って効果あるの？なんとなく風呂で10回くらいやってるけど柔らかくなってる気がせえへんのやが。風呂上がりに世界一伸びるストレッチって本見ながらやってるけど、2週間で明らかに柔らかくなってきた。別にその本じゃなくても何でもいいと思うけど、とりあえず毎日いろんなところやるのが大事らしい。ダンスしようや。気分良い時は一人で適当に踊っとるで。まあすぐ息切れするんやが。かわいい。自転車ええぞ。登りがきつい時あるけど夜中に走るのは最高やろうな。夜中走るの気持ちええぞ。今まさに湖の周り走ってるけど邪魔がなくて最高。湖の周り走れるなんてええな。琵琶湖か？リングフット。あんま知らんけどあれ腕だけちゃうんか？腹筋ローラ膝つきから。自転車は楽に長時間運動できていいで。行動範囲も広がって楽しい。5万前後でそこそこいいの買える。とりあえず筋トレして肉体改造やろ。買い物袋数分持ってるだけで筋肉痛なるやろ。なるわ。肘はもちろんやがなぜか変なとこまでなる。有酸素運動嫌いすぎて困るわ。Y 中学3年間運動部で走り回ってたけど、高校の時のシャトルランですぐリタイアしてたから、運動してもスタミナつかんやつはつかん。ダンベル何キロ持てる？4キロ。まあそれしか買ってないからわからんけど、もしかしたらもうちょっといけるかもしれん。運動より先にやることあるだろ。